ナモヌイトナモヌイト干渉の位置ナモヌイト干渉は太平洋西部カロリン諸島に存在する最大の干渉。ミクロネシア連邦の中区州に属しており、同国内でも最大の干渉となっており、干渉の面積は2267平方キロメートルに及ぶ。同国中区州中区干渉は現在成長途中の干渉であるとされているが、現状では ミクロネシア連邦最大である。世界でもマーシャル諸島のクワジャリン干渉に次いで2番目に大きい。ナモヌイト干渉は中区州の北西地域、オクサーラタットに存在し、中区干渉の北西端から北西1 7 0トルほどの位置にある。三角形に近い形であり、底部になっている南の辺はおおよそ8 0トルである。南西端のオノン島が、 干渉の本島となっている。その他南東端のピヘラル島、北端のマグール島が大きく、その他の干渉の島の多くは、北部から南東の辺に存在する。全体の12島で、合計陸地面積は4.5平方キロメートルであり、人口は2000年の国勢調査で1341人であった。小間部は大部分が水没しており、上空から見た場合、覆う。 水の明るい色で判別できる。庄間部の深さは0.9メートルから18.3メートルほどである。産後礁はまだ形成中であるとされており、多くの場所で渡ることができる。証拠は均一な深さではない。ピサラス島の22キロメートル西の5.5メートルの一区画と、ピサラス島10キロメートルの位置にある2.7メートルから3.7メートルの深さの切断された。 サンゴ礁を除いて、サンゴの頭が9メートルよりも浅い位置にある場所は存在しないとされる。欧州人の最初の来訪は1566年7月5日のスペインのガレオン・フネサン・ヒラーノも出会った。ピヘラル島でロープ・マートンとその一味のボートが反乱を起こし、船長であったペロ・サンチェス・ペラーコンや他の登場員を殺害し、置き去りにしたとされる。1801年。 ジュアン・アントニオでアイバー号社が船長を務めるフィリッピの号がオノう島に再び訪れ、この島をアノニマとして記している。ピヘラル島は、ココヤシやそれ以外の樹木が育成している。島の北西から西北西にサンゴ礁が伸びており、浅い泥の浜を囲んでいる。オノオオン島は、ココヤシが密に植わっている。乾燥したサンゴ礁が島の海岸線を飾っている。 島内にはラジオ局が存在する。干省内には中区州の40自治体のうち5自治体が存在し、2000年の国勢調査では以下のようになっている。ありがとうございます。